こんな話をしても、あまり拍手喝采を浴びることはありません。負担を求める話ですから、それはなかなか納得してもらえないんです。だけども、本当に今生きている若い世代、将来の世代をおもんばかったときに、今さえよければいいという政治をやっているわけにはいかないんですね。これからのことを考えた未来をおもんばかった政治をやらなければなりません。その流れを 私は作り出していきたいというふうに思っております。